はい、今回はギブソンタックの方法いきますね。でまず両サイドの髪の毛を耳後ろあたりまで取りまして、両サイドとも持ってきて強めにくるりんぱします。ちょっと強めにしておいた方が、今回下から髪の毛を取りますので固定になりますので、それポイントになります。でサイドのくるりんぱが終わった後に下の髪の毛を指1本分取りまして、くるりんぱスティック、まあこの100均でも今売ってますので、このスティックで中の方に少しずつ入れていきます。この少しずつ入れていくのがポイントで、一気に入れてしまうとやっぱり崩れやすくなったり、まあ、中に入りにくいというのもありますので、ちょっとずつ指1本分取ってスティックで中に入れていってください。ちょっとまめな作業になりますけど、これをすることによって綺麗な形になりますので、少しずつ撮って、動画のような感じでまとめてください。で、中央まで行けまして、今右の方の、下の部分ですね、シニオンっていうんですけど、シニオン部分が、完成した状態です。で左の部分も同じような方法で、端っこから耳側の毛束ですねを、指1本分取って同じように入れていってください。で左もね同じように入れていくということで完成ですね。ひとまずあのスティックで入れた分の完成です。ここからもう一段階あります。で、ひとまず入れていくとこういうボリュームになりますので、少しボリューム感が大きいなと思った時に、ピンで固定して、安定させていきます。まあ、持ちも良くなりますの でボリュームを抑えながらピンを横から打ちます。でピンを横から打つっていうのは、縦向けに打つより横向けに打った方が強度が強くなりますので、持ちが良くなりますので横から入れてください。はい、ギブソンタック完成ですね。全体的にほぐしを入れてルーズ感ですね、ボリューム感も出しながら、バランスをとってます。でロングの方にもこれ向いてますし、ミディアムの方でも両方できますので、特にロングの方でしたら下のボリュームがつきますので参考にしてみてください。